源頼朝ゆかりの地、鶴岡八幡宮。源頼朝は鎌倉の地を整備する際、鶴岡八幡宮を中心に据えました。頼朝は北条へ流鏑馬などを奉納し、鶴岡八幡宮を鎌倉幕府の公的行事の場として扱われるようにしていきました。鶴岡八幡宮の前には京都の朱雀王子に倣った参道が作られ、由比ヶ浜からまっすぐ 2km ほど続くこの参道は若宮王子と呼ばれました。源頼朝は鶴岡八幡宮や若宮王子の造成を自ら指揮したとも言われ、若宮王子にある段葛と呼ばれる周りよりも一段高くなっている道は、妻北条政子の安産祈願のために作ったとされています。鎌倉殿の13人ゆかりの地、大倉幕府跡。大倉幕府とは、源頼朝が鎌倉に入った時に新設した御所で、軍事や警察権を担った組織である侍どころや政務に関する文書類の保管、評議決断を行うために設けた政務機関である公文所、訴訟を所管する機関門中所などの鎌倉幕府の政務を司った場所です。鶴岡八幡宮の東に東西約270メートル、南北約200メートル程度の方形の敷地面積があったとされています。その西端は現在の横浜国立大学附属鎌倉小学校の校舎と校庭との境、東端は清泉小学校校庭の東側であることがほぼ確定しています。北条義時をはじめ、公文所の別当となった大江広元や門中所の初代執事三好康信など鎌倉殿の13人もこの大倉幕府で政務や合議を行っていたため、大倉幕府は13人全員にゆかりがある地なのです。現在では市街地化しており、鎌倉時代初頭の建造物の痕跡までの深さが3メートルもあるため、大規模な調査はできないものの断続的に発掘調査が行われています。大倉幕府跡を示すものは石碑が清泉小学校のそばに建てられるのみとなっています。北条義時ゆかりの地、宝戒寺。鶴岡八幡宮の主の大鳥居を金沢方面に進んだ場所に宝戒寺はあります。宝戒寺は1333年東照寺合戦において滅亡した北条一族を弔うために後醍醐天皇が足利尊氏に命じて建立させた寺院で、鎌倉時代に北条義時が小町邸として作った屋敷の跡にあります。当時は現在の宝戒寺が持つ面積の10倍ほどの大きさがあったとも伝えられます。小町邸は北条義時が居を構えて以降、歴代北条徳宗家が居住した邸宅であることから北条執権邸とも呼ばれました。花の名所としても知られ、春の梅や桜、夏の猿滑り、秋の萩、冬の椿などが四季折々で咲き誇り、今でも美しく境内を彩っています。梶原景時ゆかりの地、建長寺。鎌倉の梶原を本拠とし、もともとは平家側の武将であったものの、石橋山の戦いで源頼朝を救ったことで重用され、13人の御家人のうちの一人となった梶原景時。梶原景時の没後53年も経って建立された建長寺との間にどんなゆかりがあるのでしょう。伝承によると、建長寺建立後まだ間もない頃に行われたガキ堂に落ちた衆生を供養する瀬垣会が終了した直後に、一人の立派な騎馬武者が現れたといいます。騎馬武者は瀬垣会がすでに終わったことを知ると、その場を立ち去ろうとしますが、気の毒に感じた僧がもう一度瀬垣会を行うと、騎馬武者は大層喜び、自分を梶原景時の亡霊であることを告げ姿を消したという話が残されているのです。そのため建長寺では今でも毎年梶原景時のために2度瀬垣会を行っています。比企能員ゆかりの地、妙本寺。
若宮大路を東側の小町大路に出て、滑川にかかる鎌倉実況の一つ恵比寿道橋を渡るとすぐに総門があり、参道の両側の杉木立の中、静けさと凛とした空気が流れる、とても町の中心近くにあるとは思えない比企能員にゆかりのある妙本寺。この地は比企一族が住んでいた宿であったことから比企ヶ谷と呼ばれており、比企能員の抜子比企能員によって建立されました。なお妙本寺の三号である長江は比企能員の法名から、次号の妙本は比企能員の妻の法名から取られています。源頼朝の死後、比企一族は北条一族と対立し、比企能員の変によって滅亡。妙本寺の境内にはそんな比企一族を供養する塔があります。